それではどうぞ。お越しいただきました。まずは皆様から一言ずつご挨拶を頂戴したいと思います。まずは監督を務められました蓮見英一郎監督、お願いいたします。はい、監督の蓮見英一郎です。モズという、プロジェクトの中で大杉探偵事務所というスピンオフがこう生まれたんですけど、なんていうんですかね、今ちょうど撮影終わったばっかりで編集中なんですけど、ものすごい手応えを感じてまして、なんていうんですかね、きっといろいろな人にモズを知らない人だったり、あるいはモズをすごく、好きな人両方が楽しめる作品になるんではないかなという手応えを感じています。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。では続きまして、大杉が可愛がっていた後輩刑事三島明文役の桐谷健太さん、お願いいたします。皆さん今日はお集まりいただきありがとうございます。この間撮影がクランクアップしたばっかりで、今監督が編集していただいているということで、まだ出来上がりはもちろん見てないんですが、脚本もすごく濃厚で重圧感があって本当に面白い作品になると僕も、信じてます。あとはもう本当監督の最高の手にかかればもう最高の作品ができるなと僕も安心しています。ぜひ出来上がりを楽しみにしていてください。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いて、大杉探偵事務所の依頼者である小池理沙役と双子の妹里奈役の一人二役に挑戦されました早見あかりさん、お願いいたします。はい、皆さん今日はお集まりいただいてありがとうございます。早見あかりです。今回モズの一員になることができてすごく嬉しいです。私自身も一視聴者として大好きな作品だったので、こうした形で関わることができて本当に嬉しく思っています。まだ完成したものは見てないんですけど、こう打ち上げでちょろっと VTR をこう監督が作ったものを見たときに、あ、これは絶対に面白くなるなって思いました。私も楽しみにしています。皆さんもぜひ楽しみにしていてください。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて、正体不明の男佐藤常義役の浦井健二さん、お願いいたします。はい、本日はお集まりいただきありがとうございます。佐藤の役をやらせていただきます浦井健二です。本当に僕も今早見さんがおっしゃったようにこのモズファミリーにようこそとプロデューサーの方に言われた時に身震いするほど嬉しかったのを覚えています。映像が綺麗だったりだとかアクションがとても大変で大変だよとかいろんなことを先輩に言われましたけれども、いろんな経験としてこの作品が視聴者の方に、また花開いて、輝いて見ていただけたらなというものになったら幸せだなと思って取り組んでまいりました。とても素敵な経験になりました。本日はありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは皆様どうぞ椅子におかけください。まずは蓮見監督に伺います。モズのドラマシリーズそして劇場版、今回の大杉探偵事務所と全てのモズを監督されていますが、今回の大杉探偵事務所はどのような経緯で誕生したのかお願いいたします。そうですね、やっぱりモズシリーズっていうのはTVS とワウワウで、こうやってきて、なんていうんですかね、非常にこうコアな作りをしてですね、なんていうかものすごく、その世界にどっぷりハマってくださったお客さんもいるし、あとやっぱり途中でどうしても分かりにくくて、脱落してしまった人もいるんではないかなと思った時に、まあ、劇場版に向けてですね、もう一度こう別の人からこうお客さんにこう入ってこれる、こうなんていうんですかね、新しい玄関ができるといいなと思って、で非常にこうなんていうんですかね、モズなんですけどモズらしくなかったりでもやっぱりモズっぽかったりというこう不思議な作品を目指して、作りました。はい、はい、
その監督が新たな玄関とおっしゃったこの大杉探偵事務所なんですが、モズワールドに新しく加わった3名の皆様、モズシリーズの印象があればぜひお聞かせください。また実際に参加されて現場の雰囲気はいかがだったのでしょうか。まずは桐谷さんからお願いします。はい、そうですね、前作とかを見せていただいて、とにかく、映像がかっこいいのと、本当にどん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 こう転がっていく感じが、もうあっという間に1話、2話、3話、4話ってどんどんもう終わっていくっていうか、全然飽きが来ないですし、その世界観の中に今回台本を読ませてもらった時に、ものすごいパンチの効いた作品、パンチの効いた本だったので、もう監督および他のスタッフさんの手にかかったらどんな作品になるんやろうっていう楽しみでしょうがなかったですね。はいはい、実際に現場はいかがでしたか。現場はだからもっとこうなんていうんですか、みんなこう粛々と撮ってるのかなと思ったら、その撮影の前に一応なんていうんですか、カチンコをこうカメラにこう向けて、役者さんでこうなんかそれぞれのポーズをしたり、自由にこうそのフィルムといいますか、そのビデオにそれを焼いて、カット何番シーン45のカット1みたいな感じでこう持つんですけど、すごい今から暗いシーンなのに、もう香川さんもイエーイみたいな、で俺もそれ乗っかった方がええんかみたいな、だからそのある種芝居の面白さっていうか、もちろん芝居を真剣にやるんですけど、遊ぶところは遊ぶじゃないですけど、そういう余裕があってまたいい作品ができるみたいな感じを改めてこう教えられた感じはありましたね。すごい香川さんは走り回ってましたね、ずっと、はいはい、そうなんですよ、はい、そんな遊び心もある現場という、そうですね、そういう意味ではすごく皆さんももうなんていうんですか、チームワークがしっかりしてて明るいイメージでしたね、はい、はい、早見さんはもともとのモズのイメージ、そして現場に入られていかがでしたか。はい、私ちょっと変わった作品が結構好きで、自分がなのでモズって、監督もおっしゃってましたけど、ちょっと分かりにくいと思って脱落する人もいるかもしれない、なんかそういう、こうストーリーが面白いなと思って、次どうなるんだろう、なんかこう自分が想像したことが想像通り運ばないのが面白くて大好きで、なので私もこう初めて台本をいただいて読んだ時に、これこそモズだなみたいな、私この役やるんだ、ワクワクっていう、すごく嬉しかったし、演じるのが楽しみで、撮影を終えてみてもすごくやりきった気持ちがあります。は